お疲れ様スロットです。今日はこちらモンクロイジョイやっていきます。さあ、ここ最近流行りの対空2枚のね、はい、モンクロイやっていこうと思います。まあ、少し前までね、進化ボンバーで、使われてたかなってか、まあ、今もいるんですけど、進化ボンバー型なんか進化ウィザードの方が強いらしいというか、結構俺の肌に合ってたんだよな。2600くらいいたんですけど、今もう2級とかで、はい、もうモンクロイでね爆上げしたので、今日これでやっていきます。さあ、よろしくゴッドメン。まあウィズフェニックスでちょっと対空強いんで、まあラバとか引けると相性はいいかなっていうイメージだな。でまあ初手これウィザードとか割いて進化回してもいいんですけど、なんか逆サイぶっぱでウィザード無視のゴワード取られたりするんで、なんか意外と待った方が強いって、はい、聞きました聞きました。もうテスラナイトね、いやもう最近こんなデッキしかいないんでわからない。枯渇もあればクロスもあれば正直何でもある。いやマジロイってさ、うっぱしたかった。これ始めアイプリン来るぞ、確定で来るぞ。クロスじゃねえ限り、いや来ねえな来ねえな、来い。めっちゃ来そうだけどな。え、来なかったらまあクロスっすね。来ねえんだ。まあノーマルクロスボウ。さあ、まあクロスか、ちょっとめんどいが、クロスボウに勝ちたいから使ってます。はい、このロイジェイね、クロス嫌いなんでね、ロイと文句でしっかり芝居ていきたい。あー、いやマジでね、これだけでちょっときついんだな。大丈夫か。シンガイズ頑張れ。いやいいよ。いや待って、そのエリスうますぎん。いや待って、やばい、ウィザード強ウィザード強ったか、まず文句入るわ。入りすぎじゃね。さあ文句だけで勝てそうで、まあボイドで削って進化スケがいいのか。いや正直これもうなんか逃げ切れそうな気もしてるが、多分相手ロケ削りあるんだよな。いいよ。いやまあこっからか、耐えれるかだな。いやこれちょっとよくねウィザードしたな。いやーまあでも、いやーいいよ、耐えればね勝てるかな。よしよしよし、で文句出してロイでクロスを守って文句でちまちま削る。さあどっちが本物の引きこもりか分からせなきゃいけないな文句削り前に行きます。はい、引きこもって、いやマジ進化ウィザードめっちゃ強い、これやばい、待ってやばい、なんか怖い。いやなんで削りながらいやマジチワチワしてる。これ進化テスラっておまずいですか、許してください。いやまあ耐えれれば何でもいいな。相手はなんかロケで削るプランもあるが、一回クロスを刺そうとしてんな。もうはい、俺はこれで削って勝ちたいな。大丈夫かなこの削り、ちょっと怪しいかな。さあ削りトプリでサイクル整えまして、トルネはさすがないか、やべ、もう普通になんかウィザードが無駄になる。いいよ、いやダメね、削るやばすぎるか、ちょっと怖いが、いやなんかちょっと怖いなこれ。俺ロイでさ
攻めなくてさ勝てんのかな。でこのウィザードがこの世で一番無駄みたいなとこある。いやまあここでちょろっとだけね。でかい、でけえ。さあお座り削りで400削れます。いやーすぎる。なんならちょっとロイ入りそうだし。さあ危ねえ。いやまあ文句あるんでね、まあ最悪ボイドでもクロス壊せるんで。いやまあクロスには勝ちたいな。でもロケ削り怖いな。なんか最近このロケデッキ結構流行ってるんで、クロスボウがない、もう本当に完全ないロケットだけで削るみたいな化け物みたいなデッキもいるんで突破できないんだよな。テスラが強すぎる。下方してください。さあよろしく。すけね。いやーこれ8枚プリンやん多分。いやもうねクロスもあるよこれ、枯渇もあるし何でもあるが、最近ほんま8枚プリンゲー、だいぶ8枚プリンゲーなんでね。うん、まあ捨てたっていいの。やべタイミング怖い。いやさすがに入れてくんねえか。まあさすがにね。でもまだクロスな。じゃあ動画に見れんぞクロスなんてことあっていいん。えサイクルやばくない？危ね、早すぎん。え俺クロスボウ対応したらまたクロス来たんやけど、ドッキリやべえ。嘘みてえな。サイクル嘘、恐ろしいことになってない相手の。回転早すぎ。リトプリかチャンピオンサイクルこれが。マジでギリ耐えれてる。マジでギリなんだよな。グロ今のやばくない？よく耐えたくない？深海サードじゃなかったら終わったくない？いやめんどいな。クロスめんどいな。でどうせロケなんだよな。ピューンっつってさっきみたいなデカめの一発がないとね。いやこれマジロケ削りされんな。やめてほしい。いや行ってもいいが、行っとくかちょっとだけ。いやーこれ反射ね削んのね大事。さよならしとこうよ。いやフェニー無能ではあるがまあ仕方ないか。でここは低コストで回しといて、次のクロスを警戒してね。ワンチャンロケ、そっち。いやーまあ左かな俺は。やべえ、あれ強すぎる。いや、あのさ、進化テスラ、勝てない。いや、そう、勝てないんだよね。いやー、まあまあまあ、仕方ないね。いや、怖っ。ちょっと狙ってきそうやし。いやー一瞬我慢すんの偉いな俺。文句引っ張れねえから。えめっちゃいいロイジャイ説ない。いやー進化です。いやうまいそれ。いやーでもこの削りでかいな。いやこれ言っても良さそうだな。
やばい、強すぎるそれ。相手やりすぎとかない、これ。いや、これロビー間に合わねえな。ワンチャンチャンピオンサイクルでさ、ブーン回せない。ウィザード入った、やばっ。ウィザード入った、え、こんな感じでいいんです。いや、クロス多いのめんどすぎるな。ちょっと負けそうだったしな。なんならほぼ負けてはいたか。いや、次がでも3000、熱いね。いや、そのね、ジャイだと勝てないのよ、このクロスとかに。そうだからね、ジャイやめました。なんかちょうどコメントでもね、 YouTube のラット、またジャイやん、またジャイ、もうジャイええってつって、もうジャイしか使わんやんって言われてて、本当に悲しい気持ちになったんで、まあ、勝てねえしな、環境ちょっと、うん、強いけど、強いけど、なんか進化テスラに勝てないことが分かって、ジャイやめて、はい、ロイジャイにしました。さあ、もうクロスはやめてくれ。まあ勝てるからギリ許せはするが、もうやめてくれ。ハシマイプリンもやめてくれ。もう珍しいバルキリーよ。まあラバーかな、そうなったら。え、違うらしい。え、バルキリーポイズンなんてデッキはね、あんまないんだよな。え、美味しいな、この2号アドがものすごい気がする。ディガポイ、あー、まあでもテスラとなんか進化バルキリーでガンイもしようぜみたいな匂いがしてんな、これ。進化テスラ、進化バルキリーじゃない。メルキの、え、えぐ、 B ラットやん。 B ラットディガポイっていうインフェの昔、めっちゃめちゃ昔のやつじゃない。そんなことあんのかな。やばい、痛い。このタイミングでディガ来んのか。エレキちょっとやだな。戦艦あんのかな、ねえんだ。いや、これバルキリか。でも反射遅かった。お、ん、いや、まあ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 、さあ、インフェの突破が大変だな俺は。いや、しかもポエで削られちゃうしな。インフェを、まあ、文句の反射しながら時間稼いで、ボイドで壊してみたいな。理想ではあるか。やば、マジ持ってねえんだよ。仕方ない。ワンチャン一発入んねえ。いやー、インフェエレキやばいな。うちの文句無能やん。え、ってことは、バルキリーとさ、進化すげえ。そうよ、進化好きになっちゃうよ、グロこれやばいな。突破プランが分からんが、まあ結露なことだけは分かる。結露以外だったら絶対勝てない。2周分回しだろうな。まあ棒こやるんで、今最悪、なんか逆、いやー、カッチカチやで、マジで。いや、マジでねー、きつい。
マジできつい。文句アンチすぎん？なんかデッキが。エレキをな、仕留めたいんだけど仕留めれねえよな。いやー、ちょっと頑張ってこれか。なんかたまたま事故るとかない？マジ相手のエレキはさ、ウィザードとかだったらさ、もう文句ゲーが成功するんだけどな。いやマジきつい。まあでもどんな時もケツロイ、ケツじゃねえが、ワンチャンない。ワンチャン？いやマジで惜しい、惜しいか。惜しいか分からんけど、いやきっつこれ。いやマジで文句、こんな無能かっていうぐらい輝けなかったな。インフェバルキリーか、なんかガッチガチじゃない？さすがに、さすがにガッチガチじゃない？突破できんのかあれ。ワンチャン両サイドも考えたけど、いやマジカッチカチだったな。ちょっと強そうだもんな。さあ、エリのプリンデッキだ。まあ枯渇もあるし、まあドリルもあるし、まあディガーもあるし、その何もないパターンもある。マジでその端前プリンとロケだけで削るデッキが最近流行ってるんで、まあそれの可能性は結構濃いよな。マジ強いかんな。これ熱い。マジでかい。でかすぎよ。爆刺さりしてる。さよならして。ワンパン、ほぼワンパン。おいペッチーっつって。やば。いやリトプリやれたのでかかったな。さあポイズンだったんだ。まあってことはギガポイだったか。まあポイズンロケットみたいなデッキも最近いるんで、まあポイロケだとかだった可能性もあるか。いやーでけえなー。こういうのがあるから、まあ、文句強いんだよな。文句で相手のダガーがもうエネルギー不足になってね、リトプリもちょっと削れて一撃不意打ち。インチキ文句ロイ。さあ美味しいね。ナイスー。さあガガン的みたいな、この人なんかペッカとかのイメージあんな。いやマジペッカっぽ。言うのって矢の雨ぐらい削っとけば多分これでやれるはず。やべ、え最悪。あ一番最悪だ。言うのちょっとダガーメタだかんな。消えれるんで無敵時間、時間か。さあ、まあペッカだね。文句で削りたいが、いやこれ工場来るとトリトン警戒か。いや美味しいな。美味しい気もするけど、俺のこのフェニーウィザードも美味しいんだろうな。相手視点つえー、いらないはず。怖っ。
走ろうとすなや。いや、ペッカかペッカか、深海ザード待つか。深海ザードやだな。てかペッカもやだな。まあ、工場もやだな。全部やだな。いやー、でかい。相手もボイドか。やだなぁ、足前ペッカとかあるわ。やめてー。いや、マジ怖すぎる。いや、俺耐えるしかないか耐えれんのかよ、これ。限界すぎるんだけど、耐えるだけで。マジきつい。一生来るやん、これ。何？どういうこと？相手はそれするだけじゃん。俺どうやったらこれさ勝てんの。え、なんかちょっと頑張ってんだよいやマジでちょっと頑張ってるよこれ。いつ俺終わってもおかしくないぞ。頑張ってる。え、おいしい。これワンチャンない。え、そう負けんの。いやー、こっから勝ってスーパースターになりたい。奇跡というものを信じてみたかったり、見たくなかったり。終わった終わった強すぎだ。あー、てかまあ仕方ないか。いや、これ仕方ないか。うん、止まんねえわ。硬すぎ。クレイジーハルク。わあ、何使ってたっけな。覚えてねえや。まあなんかでもプリンとかよりはジャイ系の方が使うイメージあんのさ。バルキリー。いや、さすがにあのビーラットディガポイはいない。そんな強い役2回も来ない。あー、やばい。いや、いい。え、あー、まあラバルか。なるほど。うん、いや、ラバルっすね。バルキリーバルーン、ボイド。いや、ラバね、ちょっと当たりです、俺的。俺的当たりではある。まあ、持ってカウンターロイスしたいな。それだけでいい。じゃあ、ボイド冴えた後だからさ。最強ではある。エレスピとヤナミぐらいでいけるかな、ワンちゃん。なんか、ケチなボンバー来た。でも、ボンバルだからさ。でもこのカウンターがやばいって話か。いや、でも進化ウィズで許されそう。いや、歩くないだ、歩くないで。やばい、あ、終わった。
いやー、終わったー。いや、このボンバーうまいな。トリトン出したらラバー痛いし、空出したらボンバー入るし。いや、これ進化バルキリーやるわね。いやでも、うわー、え、グロッソの防衛、え、雪玉のスロー、やばい、どうやられてる。いや、あのウィザードヘリだからな、あれはちょっと勝ちてんだよな。いや、勝ち手が負けましたな。シャンティースピン、うわー、ちょ、ウィザードあれ歩いちゃったな。一歩歩いちゃったな。マジボイド1枚で終わっちまうな。ひっくり返っちまう、相性が強すぎるな。さあ、ナイト LSP、 てかこのさ、ルネみてえな、さっきやらんかった。いや、おいしい。削って、いやー、この削り結構でかいよな。400削れんや、やばすぎる。いや、クロスや、まだやんのか。まだクロスでやんのか俺。もうお腹いっぱいよ、クロスボウ。そんな引きこもらないでよ、マジで。そんなデッキやん、やめて。打っとくか、あとやばいかな。もう一度だけ、1エリクサ欲しい。間に合って、あぶねー、ほんとに限界すぎる。そろそろ進化スケもあるしな。いや、何も出さない。お、いや、むずー、これ LSP ぐらいで許されねえかな。許されそう、やめて。いやー、 LSP 天才か。マジロケット来そう。トリトン美味しいっつって。あ、マジで何も考えてねえだろ。トリトン美味しいとしか思ってねえだろ、おい。いや、強すぎる、あれ。進化少ないのかな？あるんだよな、絶対。でかっ。はい、はい、あなたの範囲はトリトンにロケット撃ったことです。すぐロケット撃ってくるからな。いや、気持ちいい、あのサードが勝敗を分けたな。いや、なんか真空リザードかっこよ、無敵状態入ってるわ。さあ、ナイス。いや、マジでクロスに勝てるのはでかすぎるな。最近多いんでね。さあ、というわけでモンクロイですね。はい、まあ、ラバンにはね勝てると思うんですけど、はい、ボイドだけね気をつけてください。で、まあ、クロスとかその辺にも勝てるんで、結構万能なね、はい、ロイチェデッキかなと思います。よければ使ってみてください。チャンネル登録お願いしますよ。おし、さまたね。